東京都は先ほど、新型コロナウイルスの対策会議を開き、今後3週間程度、集中的に取り組む対策について発表しましまた。見えない敵に向かって、東京都は都民の健康を守る有事であるという認識を共有しながら、しっかり取り組んでいきたいと思っています。 都は集中的に取り組む対策として民間の検査機関へ検査の一部を委託し1日あたりの最大検査件数を増やした上相談体制を強化しますさらに不特定多数の人が訪れる都の施設の休館を検討するということですまた都立学校で生徒や教職員に感染者が発生した場合協議の上感染者が出た学校を 14日間を目安に臨時休校にするとしています。